皆さんこんにちは、ステイです。今日はですね、こちら、今最強決定戦でやってるパリーゴーダーを使ってリアタイをやっていこうと思います。はい、でまずは、最強決定戦についてですね、僕は今パリーリーグで出ています。大体は2020シリーズ1の選手がほとんどなんですけど、まあ、新加入といえばここですね、太田選手、ミキサーで当てました。で一応称号は怪力無双で、パワー A に乗っけてます。本当は三馬道中良かったんですけど、まあとりあえず最低限良いとしましょう。あとこちら清水選手、コンタクトヒッターついて、オール道中になりました。全道中か、全道中になりました。これは本当に、リーグの方でもね使っていけるんで、本当にナイス称号です。大体はミート型かパワー型なんで、でちょっとねフィギュア選手ちょっと隠れていますけど、まあ、一応パリーグの選手は他にも、あそうブラッシュ選手、こちらもちょっと育てたら入れようかなって思ってます。まあ、フィギュア選手はちょっとね多分ほとんど出る機会ないんでね、まあもし出る機会あったらいいかな。次投手陣でございます。投手陣はこんな感じですね。先発石川選手、千賀選手、森本選手、大沢選手、有原選手ですね。まあ日ハムの選手が多いんですけど、他にって言われたら、まあ結局は日ハムのピッチャーになってしまうんで、中継ぎは9位型かな、全員。そうですね、全員9位型でやってます。で松井裕樹選手、前回動画で言った通り大会報酬に当たって極みにしました。はい、てな感じです。あと加藤選手は喧嘩投法ついて給油請求同値になりましたね。ほんと最近称号運いいんでね、ほんと嬉しいっす。はい、てな感じでこちらのオーダーでちょっとリアタイやっていこうと思うんですけど、ちょっとその前に今現在の最強決定戦の結果なんですけど、今は撮影日が11月の6日6日の金曜日の昼なんですけど、まあ、2755位、まあもうちょっと上行ってほしいですけどね、まあ、全然別にあんま急いで作ったオーダーでもなく、ただ自分が持ってる選手、まあ、たまたま極みにした選手とかを入れてるだけなんでね、はい、まあ、とりあえずなんとか上の方には頑張っていってくれって感じですね。ちなみにこっちの方で一番打ってんのは一番スピリッツが低い浅村選手が一番打ってますね。確か最初の方は太田選手が3割8分ぐらい打ってたんで、まあ、今は2割9分まで下がってるんですけど、松田選手がちょっと低いな、はい、あれなんか出てますね。こちら杉田選手1打数0安打完全に守備要因ですね。ああダイソー要因が出てない。おーエラーしとる。ピッチャーの方ですね、ピッチャーこんな感じですよ。こちらもスピリッツが低い上沢選手が一番いいですね。2.77、12勝2敗。いいんじゃないでしょうか。うん。他は、まあ中継ぎがまあ4点台、5点台なんで。抑えは、お、増田選手いいですね。2.10。安定してますね。もうちょっと石川選手、則本選手は頑張ってほしいですね。最終結果の方も、また来週の動画でやろうと思います。そして来週、まあいいや、来週のことはちょっと後で言おうかなと思います。このオーダーでちょっとね、リアタイやっていこうと思います。はい、やっていこうと思います。先発は、先ほどの画面では中継ぎだったんですけど、先発山本由伸選手でいきます。で、石川歩夢選手を中継ぎに置きました。で、山本選手を使っているときは、大体石川選手と山本選手2人使って1試合やってる感じなんですけど、正味山本選手がなんか最近打たれるっていうイメージがあるんで、まあちょっとあんま使ってないですね。今のはまあ良かったですね。はい、さあ最近ねよくリア対アニバでゲットした選手ね使ってる方本当多いんでね、そのキャプテンとかもみんなアニバの選手してますよね。アニ
漫画のサイン、写真ともにかっこいいんで。オッケー。あ、そう、センター柳田選手なんで、守備範囲は C なんですけど、ね、山本選手本当ちょっと不安なんでね、最近。今年の、まあ、山本選手は、まあ、2020年あたりはね、よく抑えれたと思うんですけどね。アニマのやつが本当強いですね。さあ、相手は千賀選手ですね。ちょっとここ右打席で行こうと思います。千賀選手の新しいやつですね。まあ、変わった点といえばカーブが追加されて、スラーブが変化でアップしたぐらいですかね。別にツーシームも変わってませんし、ツーシーム D ですね。そう、1番松井選手で初めてじゃないの、久しぶりだ。お、これはフェンス直撃ですね。ポテスラ。さあ、2番太田選手、チャンスとパワー秀ました。ミート81ですね。スリーベースぐらいもワンチャンスかもしれない。さあ、ここは、おお、外野が後ろ下がってる。さあ、ヒットで、とりあえずヒットでチャンス作って、チャンス拡大して柳田選手。さあ、初球はコース、ボール球。 OK、 今の触れましたね。ちょっともったいないな。うわー、よかった。ちょっと遅れたな今のは。さあ、中田選手4番、すごい、僕のマックスにしたんで。中田選手はそこ速い球で狙っていきましょう。ああ、またセンター前。うおー、危ない。このセンター前ばっかなんですよね、ほんとポテンって。ごめんなさい。うわー、詰まったな。おー、ラッキー。てかタイミング遅いですね、全部。中村選手とかもいつも代打で使ってるんで、ストライクよく投げてきますね。うわー、ここはもうしょうがない。ちょっとね、ツーシーム狙いすぎてましたね。ここタイピンだから。うわー、そうだ、タイピン。浅村選手スピード使ってる。いつも僕は山田選手使ってるんですけどね。はい、はい、ということで抑えていきたいと思います。あ、これ抑えたら勝ちか。ちょっともうちょっと打ちたかったっすけどね。いいや。本当はあのフォーク、千賀選手のフォークが本当振っちゃダメなんですけどね。ちょっと適当になってます。これも、このスライダーは、まあ、確か前の動画も言ってたと思うんですけど、投げてないんでね。打たれそう。ああ、宇宙間。ナイスヒットですね。いけるかな。お、お笑い清水選手、うん、おお、これはセンターを越えていく。フェンス直撃。相手の方は完全にツーシームやってますね。さあ、ピッチャー変えましょうか。はい、石川選手、コントロールとキレか。そう、タイピンチがないんでね、有馬のやつは。僕、石川選手は S ランクで使うのはこれが初めてではないんですけども、本当に全然使ったことないんで、あんま参考にしない方がいいと思います。でもこの球をね、よくゴロにする方が多いんで、ね、ゲッツーにやるときとかにね、石川選手は本当にいいと思います。うん、ナイスボール。ナイスボールって見えてない方かな、わかんないけど。来るかな。おお、これをレフト前。ボールかな、今のは。高橋周平選手。なるほど。ちょっとここは1球から甘めの超高速進化が打たれる。打ちたいな。フラン。この高速進化ですね。手で出ませんで、これ落ちてほしい。
オッケーオッケーオッケー、ナイスボール。かなり接戦になってますね。清水選手、フォア63か。打ちましょう、打ちましょう。おお、やっぱり。はい、あとちょっとね、録画切れてしまったんで、本当に申し訳ないんですけど、あの後はしっかり勝たせてもらいました。ということでですね、こちら、今回は期間限定ノーマルスカウト、Cランク以上確定の、ノーマルスカウトをちょっとね、今250連引けるんですけど、とりあえず200連引こうと思います。まあ多分わかんないですけど、早送りになるのかな？はい。まあ多分皆さんもね、絶対これ引かれると思うんでね、まあ結果 S ランク出ましたとかあったら、コメントで、ぜひ お願いします。どんぐらい S ランク出た人いるのかな？わかんないですけど。ということですね、C ランク以上これ引いていきたいと思います。どうしよう。おお、A ランク来た、来ました。ここで、ああもう一回来なかった。これ A ランクっすよね多分。はい、あここで上がるんじゃない、上がらない。でも A ランクじゃないこれ。おお、バレンティン選手いいですね。高校さんですね、高校。おーおーおお、 A ランク出ましたね。これ合ってる、これ経験値もたまるんで本当いいですね。はい、いかがだったでしょうか。ノーマルスカウトは A ランク1体で終わりました。で、来週の動画についてなんですけど、来週の動画でおそらく多分なんですけど、応援歌の応援歌紹介第2弾の方をね、あげたいと思ってます。で、その内容、どういう応援歌を紹介するかっていうのを非常に迷っていて、皆さんがコメントしてくれた応援歌を、まあ、そのまま紹介しようかっていうところなんですけど、そのコメントに書いてくれた応援歌についてなんですけど、そのリクエストしてくれた方は本当にコメントいただき嬉しいんですけど、応援歌を作る時間っていうのが、まあ、ほぼないので、その応援歌を作ってくださいっていうのはちょっと厳しいですね。で、僕がリアタイで使ってた応援歌を、応援歌のパスワードとか、その応援歌聞きたいですとかあったら、全然それは紹介できるんで、まあ、その僕が使っている応援歌で、教えてくださいっていうのがあれば、そちらの方であれば、全然やりますので、はい、お願いいたします。で、この応援歌の、そう、前回そう再生回数が1万回いって、まあ、そこそこ伸びているということですね。ちょっと第2弾第3弾もやっていきたいんですけど、その投稿頻度もどんぐらいのペースで上げていけばいいかっていうのも全然決まってなくて、ちょっと非常に今そこ考えてますね。でも、そうですね、たくさん上げてきたら、皆さんもね、いろんな応援歌使ってくれるんでね、はい、コメントでぜひお願いいたします。ということで、来週の応援歌動画、お楽しみにください。以上です。ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。パクオはい、ナイスバッティング。オッケー。はい、つまり、ここでピアノエヴァ。よし。